さあこの対決、はい、相性差といいますか、はい、ゲーム展開としてはどういった形になる予想されますか。そうですね、基本的にはデルバーデッキっていうのはコンボには強いとは言われてるんですけれども、うん、その例えばさっき映っていたようなグリクスデルバーの場合だと、うん、ハンデスもあってカウンターもあって早いクロックもあってあのコンボに対してかなり強いですけれども、今回つまがりさんが使用しているのは UR でデルバーですのでハンデスが入ってないんですよね、うん、でカウンターもメインはフォースビルデイズに加えてスペルピアス2枚だけなので、うん、ちょっと心もとないかなと。なるほど、自分の見立てでいうとアントガーの方が少し有利なんじゃないかなと思います。はい、ありがとうございます。さあまずは1位通過の有田選手からスタートしていきますね。さあまずはギタクシャーの調査から。しっかりカウンター持ってますね、うん、めくらましと呪文貫きですね、うん、はい、このいわゆるソフトカウンターっていうあのマナを要求するようなカウンターは、うん、アントの場合だとあのマナ加速するカードが非常に多いので、うん、すぐそのデイズの圏外に行ってしまうのでなかなかアントには効きづらいっていうのはありますね、うん、なんとかとしてはいかにこうマナーというか土地を貯めて、仕掛けるターンにハンデスを打って相手のフォースオービルだけ落として、うん、ソフトカウンターはマナで回避しながらコンボを決めるっていうのが焦点になると思います。なるほど、まあ、青赤デルバー側カウンターする側としても、はい、まあ、どのカードからカウンターしていくかというのも、はい、まあ、いうところではやはりあるんですか、ね、そうですね、自分もそのこういったデルバーっていうのはよく使ってましたけれどもソフトカウンターはできるだけもう使えるときに使う、うん、なるほど、なのでポンダーとかブレストとかにも使えるんだったら使っちゃうっていうのがまあ自分のプレイスタイルではありますけれども、うん、UR 側が火力が非常に多いので、うん、まあ呪文を打ち消しきれなくてもとっとと勝ってしまえば問題ないというような動きができればというところですね。ただ1ターン目デルバー出なかったのでなかなか、うん、デイズ2枚持ってますね。なるほど、そこはかきグレンジス書を出すこともできるんですがまずは試合取りですね、うん、結構その確定カウンターがフォースオービルしかないので、うん、まあ、序盤からそのヤングパイロマンサーを早く出して勝ちに行った方がいいかなとは思うんですけれども、うん、やっぱり、相手の反動を見えない状態でどうしても、うん、アントはもうどこからでも決められる可能性があるので、うん、そのどうしてもなかなかそこ攻めに回れないっていうのは気持ちとして非常にわかるんですよね。なるほど、ここでシアンから、秘密を掘り下げるものシアン、不毛の大地だったんですが不毛の大地シアンと積んで、うんうんうん、秘密を掘り下げるものをドローしましたね。さあ返したの有田選手ですがここでシェルの花びら。さあ有田選手ちょっと手札の前方見えないんですがかなり揃ってきているように見えますね、うんうん、決めれる反動なのかどうか。あれですかね、エンプティーザワレンがもう手札にあるもしかして。なるほど、さあ暗黒の儀式と闇の誓願も見えましたね。あとは、うんうんうん、インファナルチューター、冥府の教授者も見えていますので、はい、揃ってはきていそうな。一番右はですかね、炎の中の過去ですかね。過去ですね。なるほど、さあまずは陰謀出し療法、うん、おそらく呪文貫きをコールしたいんじゃないかなと思います、うん、さあここもこのカウンターを使っていくかどうか迷いますよね。そうですね使いそうですね、うん、まあ、呪文貫きだけではこの陰謀断式療法はマナを払われてしまいますけれども、うん、まあ、その分ペタル使わせればディスアドバンテージにならないので、
ここに呪文貫きですが、これをさらっていくと、さらに目くらまし、うん、なるほど。これで有田さんから見えているカウンターっていうのはもうなくなったんですけれども、うん、まあ、ギタクシャンの調査を打ってから3枚ぐらいはドローしているので、うん、フォースウィルを引かれてるっていうのもなかなか怖いですよね、うん、まあ、引き続き警戒して動いてきそうと。そうですね。さあここで若きグレンジツ氏、あ、でもそうか、脅迫が有田さんの手札にあるので、うん、もし決めれるハンドなのであればもう行っちゃいそうですね、暗黒の儀式を打とうかということで打った、うん、つまがり選手の手札は目くらましだけと。これを目くらましするかしないかっていうのもなかなか悩ましいところで、うん、僕なら打ちますね。なるほど、もう、あ、打ちましたね、うん、これで赤マナが潰れるのでワンチャンこれで止まってくれないかなという期待ですね、うん、ここで暗黒の儀式をから脅迫、残りがキロ2マナですね。さあ手札はクリーチャーばかりと。なるほど。さあストームカウンターを取り出したということは、もう炎の中の核が手札にあったので、うん、赤マナがボルカニックアイランド以外で捻出できるのであれば決まっちゃうかもしれないですね。なるほど。ストームはここで3、カウンターはないのでもう揃っているんだったら決められるけども、うん、揃ってるかどうか。ここまで考えてるってことは繋がらないのかな、うん、でこれはなんだ、うん、マナ、あれかな、あ、カバルリチャール、あ、カバルリチャールですね、これで闇の星眼、マナ、闇の星眼、魔法が達成されているので、はい、まあ、実質2マナと。そうですね、ですね、マクロ3、そして、あ、決まりました、ね、この一目ダイヤモンドを持ってきて、はい、決まりそうですね、うん、インファナルチューターからまた、そしてスタックでライオンの瞳ダイヤモンド起動、うん、おそらくまた変わるリチャル持ってくるのかな、うん、あ、ストームカウンターが登場しましたね、これいいですよね、うん、はい、今マナの状況はこういった感じになっております。これ販売したらいいんじゃないですか。なるほど。本当にこれ使い勝手いいから、うん、カバルリチャルですね、うんうん、これで完全に決まりましたね、うん、計7マナあると、うん、さあそして当然ここから墓地のこの中の加工、うん、さあここまでいけばおそらく、そうですよね、フラッシュバックのついたヨグモスウィルですからね。さあこれでカブリチャル2連打、そしてメイプの強者から持っていくのは当然クモの触手、はい、ゲームセットですね、はい、
先初戦1本目は有田選手が鮮やかにコンボを決めて勝利と、うん、やっぱり UR 側がカウンターが少ないというところで、うん、ちょっと厳しいマッチアップではありますね、うん。まあ、デルバー視点でいうと、はい、まあ、相手のデッキは分かっていないの、リストは分かっていないので、うん、例えば、うん、もしかしたらあのザンディットの大軍が出てくるかもしれないとか、うんうんうん、花の絨毯を出されるかもしれないとか、うんうん、そういう感じでこう怖いなと思ってるカードっていうのはいくつかあると思います。なるほど。逆に言うと有田さんの方にも墓掘りの檻とか、うんうんうん、そういうカードもちらつくと思うので、もしかするとあのバウンスを入れてる可能性もありますね。なるほど、なるほど。さあ、つまがり選手の先行からスタート。痛みにデルバーが出るかどうかっていうのは非常にゲーム左右する、うん、しますけれども、痛みデルバー出ましたね。つまがりさん、さっきのゲームでも、かなりおせおせな印象があるので、うん、火力も結構残して本体に打つシーンが見られるんじゃないかなとちょっと期待してるんですけども、うん、現につまがり選手、初手の手札に稲妻が2枚ありましたね。おせおせですね。そうですね。ここは裏返らずですが、シングルの宿敵もサイドアウトしないんだな。あ、なるほど。通常はサイドアウトすることが多いと、ね。まあ、基本的に、コンボは除去が少ないデッキなので、うん、除去耐性があまり意味がないので、うんうん、その3マナと重いクリーチャーはちょっとサイドアウトする可能性がありますが、 UR 側がちょっと、うん、厳しいところでもあるんですけれども、その10面の溶岩使いはそれこ そ, そのコンボ相手にはそんなに強いクリーチャーではないので、うんうん、まあ、ネメシスを残したりですね、クリーチャーがちょっと決定打になるようなクリーチャーが少ないかもしれないですね、うんうん。さあ、ここで議宅者の調査、2万の払2台払って、あ、払ってですね、ということは、すぐ仕掛けるようなハンドではないということですね、うん。先ほどの定合ではインファーナルチューター冥府の享受者と脅迫という場面で脅迫のみを上に置いてドローというのがありましたね、うんうん。さあ、ここで手札強いですね。強いですね、うん。外科的適質もしっかりあると、うん。だからやはり打ちどころが先ほどおっしゃってたように難しくなってそうですね。この議宅者の調査に打つという選択肢もあったとは思いますね。あ、なるほど、なるほど、はい。と言いますと、そうですね、やっぱりそのソフトカウンターなので、うん、当てれるときに当てちゃおうっていう。あ、なるほど、はい。さあ、ここでシアンパンですとドロー。そうですね、うん。攻めてきましたね、はい。本体に火力打つっていうのをすごいかっこいいと自分では思うので、うん。さあ、デルバ、あー、めくれないですね。ここでも裏返らずですが、うん、2匹目が加わりましたね、うんうん。つまがりさんの手札に外科的適質があるので、うん、アントの基本的な決めるルートとしては、はい、ムカつきで決めるか、炎の中の過去で決めるかっていうのが一番太い2つのルートとしてあるんですけれども、うん、外科的質でそのパストルートがしにくくなっていて、かつ、ライフも削られているとムカつきも打ちにくい状態になるので、その両面をどんどん削られてしまうとアント側は非常に決めにくくなりますね、うん。さあ、暗黒の儀式をキャストしたんですが、これをカウンターしてここで外科的適質、シアンに対して外科的適質を打つと。暗黒の儀式を対象にしたんですかね。さあ、そして高架性で有田選手の手札はカバルリチュアルが3枚と。あ、なるほど。あ、暗黒の儀式通ってたら終わりかねなかったんですね、うん。そうですね、うん。やっぱりこの外科的
テキストの打ち方も非常に強気だなと思いますね、うん。まあ、ダークリチャールを打ったってことは、うん、もう決めれるハンドだっていうのはほぼほぼ間違いないので、うんうん、ダークリチャールの2枚目3枚目が手札にあるかもしれないとの予想で打ったんでしょうね、うん、がちょっと裏目でしょうね。これはインファ、カバルリチャールの方が手札に3枚もあった。なるほど、はい、ちょっと裏目ですね、うん。ここでメイフの強持者からつながってしまうかもしれないですね。3,4,5 だ、まあ、このターンはちょっとマナが足りなさそうだな、うん。ベンダー落ちてフェッチランドを引ければスレッショルド達成して足りるようになるかな。そうですかね。さあシアンの解決ですが、シャッフルですね、うん、おそらくあのカルディッシュインベンションズのディフェンスグリッドですかね。あ、うん、もう手札見てカウンターないことは知っているのかな、うん、なのでディフェンスグリッドはそこまで意味がないですね、うん。スイレンの花びらでもちょっと足りないですかね。さあ対してつまがり選手ですが、うん、ここでも出れば裏返らずでしたね、うん。ただまあムカつきは非常にもう打ちづらいライフの水準にはなっているので、うん、だいたいどのあたりからアントは打てなくなりますか、ライフ的には。まあ、ちょっとそこまでアントをたくさん回してるわけじゃないんで、うん、自信はないんですけれども、うん、自分も多少アントを回した経験でいうと、うん、まあ10以上は欲しいかな。なるほど、なるほど、はい。相手はね、青赤出ればの稲妻も考慮しなきゃいけないわけですもんね、はい。そうなんですよね。実質今ライフ8みたいな状態なので、8から勝つようなめくり方がするのはなかなか難しいですね。なるほど。赤マナがないから炎の中の過去のルートは決めれないのかもしれない。1,2,3,4,5。でもあれですね、スレッショルドを達成すれば、うん、ムカつき経由しなくてもストーム足りますね。なるほど。あのライフがもうギタクシャの波と、外科的で16に減ってるので、うん、ストームが、7で足りるのか。7で足りる、はい。さあ、あとはここでつまがり選手カウンターを引いていたとすると動きづらいというふうに今考えてるんですかね。そうですかね。カバルリチャールであれですね、そのライオンズアイダイヤモンドがないので、うん、防御しないっていうことも結構起こりうるんですね、うんうんうん。土地がもし今この手札に2枚あったとしたら、うん、このターンでは防御できなくて決めれないっていうパターンもありますね、うんうんうん。さあ、この伏せている2枚が何なのかというところですが、動きましたね。動きましたね。あとは3段があるんですかね。さあ、これはスレッショルド達成してないので3マナと、うん。そしてグニャ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 打とうかなと。ここで打ってこれでスレッショルド達成ですね。なるほど、うんうん。先で言いますこれカウンターがないと決まっちゃいましたね。決まっちゃいましたか、はい。ネミスですね。これでストームが2、防御できるんだったらもう決まっちゃいましたね、うん。さあ、そしてもうこれは防御できるかできないかと言ってますね。そうですね、はい。もうムカつき打たなくてもストーム溜まってますね、うん。インファーナルチューターからインファーナルチューターをまた持ってきて打つっていうプランもあるので、まあ、すなわちこのメイクの強持者で雲の触手が持ってこれるかどうかと、はい、そうですね、ところなわけですね、はい。なるほど。さあ、ここでマナは今黒が5、そしてストームが4と。さあ、これで8、はい。もうおそらくつまがりさんは
負けたかって思ってるんじゃないかな。さあ、冥府の強者ですが、これは防御がしてないですね。してない。さあ、何を持ってくるんだろう。あれは何だろう。これロータスペタルかな。あ、ロータスペタルですかね。違う、これディフェンスグリッドです。防御の攻防かな。そうですね、これ防御の項目っぽいですね。そしてここで魂触手持ってたんですね。持ってたのか。なるほど、なるほど、ナチュラルに。これで必要十分のストームということでゲームセット。おー、はい、というわけで、見事レガシー神挑戦者決定戦優勝、そして、第10期レガシー神挑戦者となったのは有田浩一郎選手でした。おめでとうございます。おめでとうございます。